今回のテーマは BCAA の効果的な接種タイミングとはです。岸先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。 BCAA に関しましては以前、こちらの動画のテーマでも取り上げさせていただいたんですけども、はい、その実際の効果的な接種する時間っていうのはあるんですか？そうですね、ほとんどの方がですね、トレーニング中にこの BCAA を取っているんですけども、はい、トレーニング中だけではなくてトレーニング前後も含めていただけるとすごくいいですね。あ、トレーニング前後。そうです。なのでまずトレーニング30分前、はい、あとはトレーニング中、あとトレーニング直後、直後で、この辺なんか他のサプリメントと、この辺なんかは他のサプリメントと混ぜて結構ですので、はい、同時に取ってもらうといいですね。同時にさらに取っていただくと効果も高まると。そうですね、例えば、まあ、プロテインなんかトレーニング直後に飲むと思うので、まあ、プロテインプラス BCAA とか混ぜてしまってもいいです。あ、そうなんですね、特に問題ないですね、大丈夫です。じゃ、接種の方法としては誰でもできるような簡単な方法ですよね。そうですね、ただこのですね、細かい取り方、30分前、トレーニング中、トレーニング直後ということが大きい差として出てきますので、はい、ここはしっかり取っていただいた方がすごく強度が高まったいいトレーニングできますね。おお、それはちょっとトレーニングをしている人にとってはすごく嬉しい。そうですね、情報ですよね。やっぱりハードトレーニングってエネルギー使うので、はい、その事前準備が大事ですね。事前の準備ですね、はい、なるほど。これなぜこの、まあ、運動中はもちろんのこと、運動前後にこう摂取するとより効果が出るんですかね？BCAA というのは吸収力がすごく高いんですけれども、はい、人体生まれまでに最低、まあ、20分かかると言われているんですよ。20分、うん、ですのでまず30分前には摂取して、まあ、初っ端からですね、しっかりエネルギーを持ってトレーニングできるようにしていくのが理想ですね。あ、なるほど、エネルギーをこうのタンクを貯めておくということですね、うん、まあ、運動前、運動中、運動後ということで、もうほとんど筋肉を破壊することなく、そうですね、実践できますね。無駄なくやってもらいたいです。あ、なるほど、わかりました。じゃあこのちょっとタイミングですね、接種タイミングをちょっと意識して、はい、今後トレーニングしていただければという形でよろしいですか？はい、そうですね、わかりました。P先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報や、ロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なども続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない、暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。中にドーンとありますね、こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。またその他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたにはしっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録はその概要欄に準備しております。こちらですね、今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。